はい、こんにちは。今回のは3、4年生ですね。8月8日締め切りです。こちらの、青空に入道雲がもくもくと湧き上がる、こちらです。では早速ちょっとだけ拡大しようかな。このくらい入っては行きましょうか。青っていう字ね、来ましたね。よく出てくるんだけど、ここまず比率ちょっと見てみましょうか。マスがここにこうあるでしょ。これに対してどういう風になってるかって言ったら、上とね下で分けてみると、こう1対1なんですよ。同じ、こことここは同じ大きさね。この部分とこの部分同じぐらいの大きさでいいんですが、ここ1、2、3、4画目のこれがすごく長くなるように、こういう風にしたいんです。この上は三角形みたいなラインができるといいですよね。そうで、下はこういう風にキュッキュッてなりたいから、ここ開けるんですよ。ここね、こういう空白の部分ね、余白って言いますけど、こういうところにも目が行くといいですね。書くことに一生懸命になってるとそういうとこ見えなくなっちゃうので、黒い部分もそうですけど、白い部分しっかり見えるようになってくれるといいかなと思います。で、上の3本線っていうのはいつも言ってる通り、この漢数字の3と一緒なので、こういう線の動きの違いね、上にこういう風にギュッて上がる短い線に対して、この真ん中の線はまっすぐだし、下のね、一番下の線はギューって反るような線っていう風に使い分けてください。まずこれ今ギュッて上がる線描きましたよ。で、真ん中まず貫きます。で、その時に縦の長さっていうのはあんまり長くしません。今ここ真ん中にね線を引いてみました。縦と横両方線引きましたけど、今1対1って言いましたよね。こことここでこうやって分けたいんですよ。だからここまでの間にこの上のこのね、この部分を描いちゃいたいので、そこまでで終わらせられるように、ここ縦の長さは短くしておきます。こうですよね。で、こっからギューってくるでしょ。で、そうするとほら、ちゃんと上半分で終わるじゃないですか。で、そこから下目いっぱい使っていいので、ここまで来て少しふっくらさせてあげて、こう、で、下がね少し空きが大きいと綺麗なので、このくらいにして、そうするとここの隙間、ここの隙間、あとここにもありますよね。まあここにもあるけど、こういうところがしっかりちゃんとなってて、ここに、まあ、結構大きな2倍ぐらいですか、ここね、ほらね、空きがあると形としては綺麗に描けます。で、どちらかというとやっぱここも少し広がり気味の方が綺麗なんですよ。安定感を出すためにはやっぱ下がシューってしぼんでると安定感ないですよね。倒れやすくなるので、下ちょっとだけ広げたいんです。ということは、ここの上の部分っていうのは少し短めにした方が下が広がるってことですよ。ちょっと台形、3年生台形ってやってないかな、まだ。上と下、上底と下底ってなんか言いましたよね。このね、上が短いんだよっていうところを覚えてください。で、空ですね。空、もう上からギリギリからいってください。こう、浮かんむりがある字っていうのは、点がね、結構おろそかになりがちですけど、しっかりしたいんですよ。ここしっかりさせたいんですけど、やっぱマスの中にこうやって綺麗に埋めようと思うと、やっぱ上ギリギリ使わないとこれ難しいので。で、もう一つ、ここを見てください。こういうラインがなってますよね。浮かんむり、左のこれに対して右のこれが短いんですよ。そう。こっちを長く、しっかり長くして、少し外側に出します。内側入んない。ね。さっきも同じこと言ったな。で、ここをこう置きといて、少し下がっていいので、ここに隙間が空くような感じで短く横にこういう風に跳ねます。これ間違っても下に行かないように。これダメね。これダメなやつ。それから、こう左、右ってあるものに対しては、右の方がやや上になりたいので、少しだけ左を下げといてあげて、右が上から来れるように。少しでいいです、この時はね。で、こう、ほら、ここに2が見えますよね。漢数字の2。真ん中にこれ入ってるけど。ギュッと上がる線にして、こうしたら、こっちギューってするんですよ。
次ひらがなの2なのでちょっと小さめでいいです。左のこの棒に対して同じ大きさでは来ないように少しだけ小さく、ここに隙間が開くように、これなかなかできません皆さんね、ここがこういう風に、これひらがなのはこういうことなんですよ。ひらがなは左の棒に対して右側のこちらが少し開きます。これの母字となっている元の字っていうのはこれ等しっていう字、これ名前で結構ジンくんとかいるかな、こういうこれこの字がこれに変わってますので、ほらね、あの似てますよね、わかりますよね、ここ開いてるでしょ、開けるんですよこれね。で点を打ちます。はい、入道雲と書きますけど、この入るっていう字意外と難しいかな、真ん中の線をしっかり意識して書き始めます。しっかりこう横に行くようなイメージ、これちょっと平らな感じですよね、目いっぱい大きくなくてもいいです、こういう感じに書きます。入り位置としたらこれの斜め上あたり、こんなところに向きとしたらこういう入れ方でストンと下ろすようなまっすぐラインで持ってきます。ふにゃっとするとこれ変なので、こうしたらギュッと下ろしてきて横に、でその時ここ今なんか変な書き方したよね、本来このぐらいがいいですね、ここ合うぐらいがいいです。猫にならないようにしましょう。こう止まっちゃったりするとなんかねやっぱね変ですね。それから道ね、今回もまた新行の字が出てきましたけど、まだまだねこれがね尻込みしちゃうんですよ、右側に逃げないように、あんまりねそんなね開けてあげなくていいですよ、これは真ん中を目指してきて全然構わないぐらいな感じです。この辺に来たら点は上です、ここ上ですよ、なるべく離してあげたいんです、ここで、この字のこの辺ですね、入り位置としたらで、コンパクトなんです、こう来たらキュッキュッって、多分ここがねみんな難しいかな、横にかなり横です、すぐ横に行くような感じで、いけないやつちょっとこっちに書いてみますね、こう来てこう来てこう来てここまでできてるんだけど、これが下に向かっちゃうとここがこういう風になるとかっこ悪いでしょ、すごくここが開くの、これこう横にキュッてしたら狭いけどここからストンって落ちるからこれでいいの、これでかっこいいの。はい、雲いきます。雲さっきからアメカンムリ書いてるね、アメカンムリ多いな、短くキュッとやりますよね、これ長くしないでください。誰か書いてたな習字で、これね長いとねちょっと変なんですよ、こっちこういうラインで持ってきたいのに、ここが長かったら真四角の字になっちゃうでしょ、ここを出したいんだからこっちを短くしてあげなきゃ、目立たせたいところがあった場合は他を控えめにするんですよ、全部目立っちゃダメで、こう、はい、次ですね、次はね、3、4年生もねしっかり折って手本折っちゃっていいので隣に置きましょうね。はい、かです。だいぶみんな書けるようになったかな、左側にこうやってきてこうやってつっかえ棒っていうんですか、こういうのね、なんかね支えてるみたいなが、もくもくももね、あんまり出てこない、真ん中から膨らんで真ん中で止まる、このラインがね難しいかな、でスーッと来てトントンと降りてくるみたいに、これ、ね、下がっていいんですよ、これ上がんないでください。で雲見ててくださいね、真ん中から入らない、ちょっとだけこっちでまたちょっとこっち、あ、もっとこっちって感じ、ちょっと右側から入って左行ったらまたさっき入ったところよりも出てくるみたいな
こう同じ位置じゃないっていうところも少し注目してくださいね。でもう一つもがきますよ。復習と思って2回かけるとね、なんとなくいいですよね。1個失敗しても次ができてればほら挽回できるでしょ。はい、とですよ。とはこういう向きで入ってください。こっからキュッて置いて、でここからトンって飛ぶように来て横へグワーンって、で早めに切ってあげるとかっこいいですね。はい、はい、湧き上がる。ここです。湧き上がる輪ですね。輪はこれは分かってると思いますけど、右側じゃない、左側ね、左側にこうお腹突き出してるような感じにしといて、ここから1、2、3、横に広げるんですよ。ここね、こういう形になる。はい、木です。1、2、3、4、ここ出ないことで、しっかりここ隙間ね開けてください。上がる、縦が先です。ちょっと曲がったかな。1、2、ここの線ね意外と難しいかも。ギュッて上がる線でいいですよ。これ下がんないでください。下がるのはこっち。こういうね画数の少ない漢字は意外と難しく感じますね。上がる、はい、歯がもう一回出てきました。これねこういう風に傾くんですよ。それを引っ張ってあげてください。はい、ルは真ん中の線にキュッと乗っかってグイッとね、短くてグイッと上に沿ってる。でここまっすぐ長くしておいて、あまりお尻は上げすぎないでください。で真ん中を通り越します。通り越して、あ、ちょっとだけ上がるようなイメージで、したら1、2丸作ると、丸じゃないね、三角みたいな感じで止まります。ちゃんと止まって、これでおしまいですね。あ、学年書くのさっき忘れちゃったな。1、2、3、4、そうそう、先月のやつは学年間違いが結構多かったです。皆さんね気をつけてください。ここに書いてあるのをついつい多分真似して書いちゃうんだと思うんですけど、これ3、4年生共通のやつなので、どちらかしか書けませんから、ちゃんと自分の学年をね書いてください。そうしないとね間違って入れ込まれることがやっぱりあります。出品表いくらつけててもね、ちょっとねそういう間違いはねやっぱあるんですよ。だからね皆さんが間違えないようにまずは気をつけるってとこで、はい、では今月もね頑張りましょう。